ダラ,ラスアクアッティカスクイナは、ツルモククイナかクイナ族に分類される鳥類。日本の古典文学に、たびたび登場する、クヒナ、クイナは、別族のヒクイナを指していることが多い。スウェーデン、ノルウェー南部などで繁殖し、冬季になると、アフリカ大陸北部、中東へ南下し越冬する。アイスランドで繁殖し、冬季になると、フェロー諸島へ移動する。朝鮮半島、 日本、シベリア東部などで繁殖し、冬季になると、インド東部、中華人民共和国南東部、日本などへ南下し越冬するイラン東部、インド北部、中華人民共和国北西部で繁殖し、冬季になると、アフガニスタン、イラク、中華人民共和国中部へ移動する。全長23から31センチメートル。翼海三38から45センチメートル。 体重0.1から0.2キログラム。上面の羽衣は褐色や暗記褐色で、うじくに沿って黒い斑紋が入り立てじ状に見える。顔から胸部にかけての羽衣は青灰色。体側面や腹部の羽衣、おば気部の下面を覆う羽毛は黒く、白い縞模様が入る。口彩は赤い。くちばしは長い。くちばしの色彩は褐色で、気部は赤い。子は 褐色や赤褐色。卵の殻は高褐色で赤褐色や青灰色の斑点が入る。繁殖期はくちばしが赤い。湿原、故障、水辺の竹やぶ、水田などに生息する。繁夜構成で昼間は茂みの中で休む。和名は本種ではなく低い名の鳴き声に由来し、古くは本種と低い名が区別されていなかった。 驚くとオハを上下に動かし、危険を感じると茂みに逃げ込む。植生は雑食で、昆虫、クモ、甲殻類、軟体動物、魚類、両生類、小型鳥類、植物の茎、種子などを食べる。繁殖形態は卵生。オスがメスの胸部に、くちばしで触れ、翼やオハを上げて、を闘術を収縮させる。メスは鳴き声を上げながら、オスの周囲を徘徊し、 くちばしを互いにこすりつけたり跳ねず黒いをして、求愛する。またオスはメスに食物を与える求愛も行う。繁殖期に、ペアで縄張りを形成する。草原、吉原などに枯れ草などを組み合わせた、皿状の巣を作り、6から11個の卵を産む。私有交代で放卵し、放卵期間は19から22日。ヒナは、孵化してから2から3日で巣立ち。 20から30日で飛翔できるようになる。生後1年で生成熟する。ありがとうございます。